今夜は本当にあの素敵な、来日公演ができました。おかげさまで、その来日公演をいつも支えてくれてます、素敵な、メンバー、サンジェルマン、サンジェルメンの皆さんをねご紹介したいと思いますよ。オンドラムス安行藤森さんです。藤森さんです。オンベースはひらみ230ひらみふみおさんです。オンベース。そしてオンギタールイ荒木さん、ルイさん。そして、サンジェルメンホーンズのお三方です。はい、今回いろいろと本当にあの最高のアレンジを、してくれました。オンサックス、フルート、バリトンサックス、メニメニエクストラホーンズは俊太郎おいしさんです。そして、ラブリーな TP トランペットや、ピコロや、フィガロフリューゲルを吹いてくださってます、マユコアライオントランペットオントロンボン、このダンディーな素敵なこの素敵なトロンボンカッチャンオントロンボンです。そして今日はちょっと、紅白でおめでたい衣装をまとって今日はねスペシャルヘルプであの来てくれました。オンピアノ、オルガン、キーボードはドビッチ・マユ先生です。本当にありがとうございます。そんな、サンジェルメンの、皆さんでお届けするのは私が住んでいるパリ、そして留学していたロンドン、それからおじいちゃんのお墓参りに行くベニス、それからよく来日する日本なんて、世界のいろんな都市で出会うのといえばやっぱりこれっきゃありませんよねそんな男性との出会いをこの素敵なメロディーに乗せておしゃべりしてみたいと思います。題して私の男性観四都物語、始まり始まりです。アンドゥトコー花のパリ、あれは7月14日の革命記念日の夜のこと。サンジェルマンデプレのカフェでマドマーゼルと声をかけてきたピエール。青い目のそのパリジャンは私を彼のシテ島にあるアパレトマンへ連れて行ってくれました。フランス人ってエッチだけじゃないようだわ。でも次の日、私はトレビアンな気分でギャラリーラファイアットでお買い物していると、ピエールが他のパリジェンヌとべったり。アベック、男ってそんなもんなのかも。霧の街ロンドン、あれはバンクホリデーの昼下がり、読書を しながら日向ぼっこをしている私、 Excuse me young lady と声をかけてきたデイビッド。彼は彼をケンジントンガーデンズにあるフラットへ私を連れて行ってくれました。イギリス人ってジェントルだけじゃないようだわ。でも次の日、私はラブリーな気分でハロッズでお買い物していると、双方の方からデイビッドが男の子とべったり。アベック、男ってそんなもんなのかも。水の都ベニス、ゴンドラに乗ってゆったりと水路を進んでいく私、橋の上からボンジョールのと声をかけてきた
マルティーノ、彼は私を彼の村の塔にあるガラス工房のアトリエへしけ込んでくれました。あ、イタリア人って毛が濃いだけじゃないようだわ。でも次の日、私は再びバポットに乗ってベネチア空港に向かっていると、キャー、水の中がなんだかモヤモヤ。ん、あー、マルティーノがストリーキングそれにしてもね、ストリーキングなんて、ストリーキングってあの全裸のことですから、あのよくね、あのこう、コートをまとっているおじさんが立っていて、それを広げたっていう話よく聞きますけれども、本当なんですかね。なんかあのアーバンレジェンドのような気がしますけどね。見たことありますか。いたかもしれないですね。ああ、小学校の帰り道とかに。そうそう、新宿のあたりで。まあ、新宿あたりじゃね、ちょっとそういうのは ありますけれども、私がもう関係ない話なんですけれども、銀座歩いてたんですね。98年ぐらいに来日した時に夕方歩いてたら、こうやってあのカムカムするおじさんがいて、何かなと言って近づいたら、あのズボンバーッと下ろして、あのなんか下半身を見せてくれたんですけども、ああそうですか、さようならと言って、去ってしまったんですけどね。まあそんな、あの次のコーナーはリクエストコーナーです。私にどこか世界の都市をリクエストしてください。そしてその街で男性との出会いがあったなら、漏れなくおしゃべりしてみたいと思います。それでは今日はこちらね、客席の方に、カモーンアイリーンってことで、はい、こちらの、素敵な女性にこんばんは。今日はどちらからいらっしゃるんですか。近所なんですね。東新宿、はい、お名前を教えてください。くねこさん、はい、くねこさん、どこか私に素敵な都市の名前をリクエストしてください。どこがいいところないかしらね。はい、どこか決まりましたか。どっかいいところあるかしら。あ、よく行かれるんですか、そちらの声の方。あ、そうですか、はい。佐賀県というのは九州ですね、はい。佐賀県か、行ったことあるんですよね、実は。九州は福岡、佐賀、大分、鹿児島、長崎、熊本と全県制覇しましたんで、これは大丈夫ですよ。どこだっけ、北九州でしたっけ。はい、鹿児島ありますよね。はい、じゃあ佐賀に行ってみましょうかね。アンドゥアンドゥトワー。ここが佐賀空港ね、到着したわ。何もない。でも静かでいいところね。じゃあ佐賀の駅まで行けば何かあるよね。そう言って私は佐賀の駅まで行ったんですけども、
駅前には何もない、何もないわね。そこで私はレンタカーを借りたんです。車で走れば何か見つかるはず。素敵なカフェとか素敵な男性とか。ブーン、高速道路どこかしら。高速道路がないわ。至る所田んぼだらけ。カエルがキャーキャー鳴いている。田んぼだけでね、その田んぼの中をずっと走っていったんです。そして気がついたら私は福岡まで行っていた。意外と近いのね。ここは夜の中洲。車を降りて私は中洲を散歩してました。夜の中洲はそれは人通りが多い。ああ、博多にもドンキがあるんだ。小腹が空いたわね。じゃあ一蘭ね、やっぱりここは。こんばんは、いらっしゃいませ。あ、エルナさんですね。あ、なぜ知ってるの。それはさっきあなたが歩いてるうちにエブリデイエルナを歌ってたから僕はそれを聞いてたんです。あなたはエルナさんですね。そうですよ。ラーメン一杯ちょうだい。こちらへお座りください。こうなってるんだ。チュッ、ラーメンが出てきました。美味しかった。ごちそうさま。一蘭のラーメンはあのからし味噌を少し入れると美味しくなりますね。お店を出て私はホテルに向かっていました。そうするとさっきの店員が、エルナさん忘れ物ですよ。え、あら失礼しました、お財布忘れちゃったほらこれエルナさんのですよね。そうですよ、このトリコロールのお財布は。ありがとう。これチップね。 いえ僕チップなんていりませんよ。欲しいのはあなただ。どうして。中洲の夜の街に消えた二人、それはラーメンの気持ち、豚骨みたいに濃厚で、でも私はさっぱりした。中洲のラブホテルピエロ、ピエロっていうラブホだったわ。お泊まりが9,800円。ああ、お財布があってよかった。お金を入れないと鍵が開かないから、ピエロのラブホテルを出て私はラーメン屋の男と別れました。後味は豚骨味。ありがとうございました、くねこさん。佐賀じゃなかったですね、すいません。まあでも佐賀も博多も近いもんですよ。どこも一緒。もう世界は一家、人類は皆兄弟、もうこれしかありませんね。そんなことでそろそろ日本に来日しようかな。アンドゥアンドゥトワー。
日本、私の誕生日。でも誰も気がつかないみたい。そばにはコンコンちゃんが、ね、丸くなっているの。いつの間にか眠りに落ちてしまったみたい。そんな時、彼からのテール。やっぱりあの人が好きなのかもしれない。